こんにちは、皆さん、歴史チャンネルへようこそ。今回は、紫式部、意外と知られていない、光る君へ。の主人公の生涯と魅力に迫る、源氏物語を書くきっかけとは、というテーマです。2024年の NHK 大河ドラマ、光る君へ、で取り上げられていることもあり、紫式部への注目が集まっています。しかし、源氏物語を書いた人という点があまりにも有名すぎるため、紫式部の生涯は案外知られていません。彼女が生きた平安時代では、教養の高さを競った貴族社会の中で、抜きんでた才能を開花させ、約1000年もの間、読み継がれてきた作品を生み出した文豪たちがいた時代です。紫式部は、今からおよそ1000年前に、世界最古の長編小説とされる、源氏物語を書いた女流小説家として有名です。紫式部は、実名ではなく、父や兄が式部将、つまり教育などを司る行政機関の役人であったことと、源氏物語のヒロイン、紫の上にちなんだ呼び名とされています。紫式部は、男性よりも自在に漢文を読みこなし、弦楽器の一種である、宋の名人でもありました。物の哀れ、つまり、しみじみした情感をよく理解し、36歌仙、つまり、平安時代の和歌名人36人の総称、にも名を連ねています。父親から、男に生まれなかったことを惜しまれたという、平安時代きっての才女の生涯と素顔に迫っていきましょう。紫式部の生年月日は不明ですが、近年の研究では、970年、天禄元年から978年、天元元年の間に生まれたとされています。36歌仙の一人である、藤原兼助を曽祖父に持ち、父の藤原為時は、下級貴族ながら、65代、崋山天皇に漢学を教えた漢詩人であり、歌人でした。紫式部は、幼少期から文学に目覚め、家にある歌集や書物は、すべて読み尽くしたと言われています。母は、摂津の神の藤原為信の娘で、両親ともに藤原の法家に属しています。母は、紫式部が4歳の頃に亡くなってしまい、父に育てられました。ちなみに、紫式部の母の死ですが、今回の大河ドラマ、光る君への第1話で、藤原道兼という人物に刺されて衝撃的な死を遂げます。しかし、実際は記録がなく、病死の可能性もあるし、事故死の可能性もあります。実際どうだったかわからない部分を創作するのが、歴史ドラマです。この頃の女性は、身分が高い人しか名前が残っておらず、紫式部の本名もはっきりとは分かっていません。藤原の高子という名だったのではと言われています。中宮あたりが火事になり、夜に空が真っ赤になっても、大きな地震が起きても、抱きしめてくれる母はもう紫式部にはいませんでした。幼い頃の紫式部の思い出は、母がいない寂しさと災害の恐ろしさだったと言われています。でも、母がいないことを不憫に思う父は、人一倍愛し大切に育てたと伝わっています。母を亡くしたこともあり、紫式部の兄弟たちとの関係は、とても深かったと言われています。紫式部には、1歳年上の姉がいました。姉の誕生の前年は、アンナの変が勃発した時期にあたります。しかし、その姉は26歳という若さで死去してしまいます。死因は不明ながら、聖徳の疫病が発生した頃でもあったため、これと関係したかもしれないと言われています。この姉の他に、弟の信則がいました。また、父、藤原為時の再婚相手に、3人の舞弟もいたとされています。そうした中で、血を分けた道後の弟、信則とは、深い絆で結ばれていました。藤原為時は、文章堂の菅原家と深いつながりを持ち、崋山天皇の東宮時代には、その読書はじめに、副侍読として、出仕を許されるほどだったといいます。当然、適妻との間に誕生した信則は、父の後継として期待がかけられていました。その弟と共に、父、藤原為時は、英才教育を姉の紫式部にも施しました。父が紫式部の兄である藤原信則に
中国語の古典である司馬遷の史記を教えていた時、そばで見ていた紫式部は兄より早く覚え暗記してしまいました。藤原為時がこの子が男の子だったらと残念がったという話は有名です。このエピソードは紫式部日記に記されています。紫式部が幼少期に暮らした邸宅は京都御所に隣接する天台宗の寺霊山寺にあったと言われています。15歳の頃、父が学問を教えていた皇太子が天皇となりました。その嵩山天皇の下で式部の丞を務めています。紫式部は宮廷に興味を持ち、父が帰ると飛びつくように寄ってきて質問攻めにしていたと言われています。父も見聞したことを優しく話しました。彼女は目を輝かせて聞き入り、文に書き残していたとも言われています。父が学者だったことや先人が書いた書物などを読み漁り、高い教養を身につけています。仏教の経典や日本書紀をはじめ、難しい父の蔵書など女性が読まない書物も読破したといいます。食事を忘れ、寝る間も惜しんで読書を続け、気に入った文章は暗記しました。他にも和歌や琴の才能もあったと言われています。986年、寛和2年に妃に見まかられ、悲しむ嵩山天皇が出家します。これは関白の藤原兼家が自分の孫を天皇につけたいと言葉巧みにそそのかしたからだと言われています。そうして一条天皇が即位すると、父為時はたった2年で失職してしまいます。父以上に残念がったのは紫式部でした。それは宮廷のことを聞けないという理由でした。それから10年余り、父は宮中の雑用をして暮らします。そんな時、叔父の為頼が関白になった藤原道隆の花見の宴に招かれ、紫式部を誘ってくれたのでした。広い御殿には12人絵を着た綺麗な女房が長い廊下を行き交っています。たくさんの桜の木からはひらひらと花びらが舞う美しい築山が備わる庭に響き渡る雅楽の音などがあり、まるで別世界だったのでした。この時、紫式部は同じ藤原家でも上級と下級ではこれだけ違うのかとため息をついたといいます。家に帰ると宮廷での光景を思い出し、宮廷を舞台にした物語をあれこれ考えたようです。996年、聖徳2年になると、父為時が大国越前長官職に任命されました。兄弟たちの母親代わりを務めていた24歳の紫式部も同行しました。この越前は紫式部の生涯で唯一京から離れて暮らした場所です。道中青く輝く琵琶湖の美しさ、また都の外は本当に広いと感動しました。琵琶湖を船で渡り降りた塩津浜から古市に乗りますが、ここが三坂峠越えという一番の難所がありました。都で生活の辛さを味わった紫式部ならではの歌を詠んでいます。知らぬらむ往来にならす塩津山、世に経る道は辛きものぞと、これはあなた方の通い慣れた山道も辛いけど、世の中という道はもっと辛く厳しいものですよ、という意味が込められています。この歌は紫式部集に収録されています。彼女が住んだ福井県武生市には紫式部公園があり、彼女の金色の立像があり、源氏物語の誕生にはこの地が深く関わっています。998年、聖徳4年に父の友人で遠縁だった貴族の藤原信孝のもとに嫁ぐため単身で京に戻ります。信孝は約20歳も年上で、すでに数人の妻と子供がいました。結婚生活はというと不安定だったと言われています。よく夫婦喧嘩を和歌で行っていたとの説もあります。結婚の翌年に藤原憲氏という娘を授かりました。彼女は後に第二三味となり、中宮少子の女房となります。夫の信孝は残念なことに疫病にかかり、結婚から3年後の1001年長保3年4月25日に病死しました。
この時、紫式部は、西人の煙となりし、夕べより、謎むつましき、塩釜の裏、この和歌の意味は、親しかった方が煙となって消えた夕方以降。むつまじという音に通う、むつのの国の塩釜の裏で、たなびく、塩焼きの煙までも、親わしく感じられる、という和歌を詠んでいます。これは、紫式部集に収められています。喧嘩もたくさんした夫でしたが、急にいなくなると寂しいものです。恋し支え、芽生えていたと言われています。娘と年老いた父を抱えて、どうやって生きていこうかと思い、ため息をついた時でした。ふと頭をよぎったのが、藤原の道綱の母が、21年にわたる夫婦生活を書いた、かげろう日記でした。これは、日本初の女流日記と言われています。自分の思いや悲しさを物語に書きたいとの思いが湧いたようです。これが、貴族社会を舞台に、貴公子としてアイドル的な存在だった、光源氏の浮世離れした生き方を書いた。長編小説、源氏物語の始まりです。紫式部日記の中に、孤独と癒しを求め、書き始めたと記されています。嘘を書かないと始まった、トンボ日記と違い、思いっきり嘘を書いていくと始めた、源氏物語は、ストレス発散材料だったのかもしれません。つまり、その苦境を乗り越えて、源氏物語の執筆を始めます。源氏物語の完成は、1010年、寛弘7年で、紫式部が38歳の頃のようです。主人公の光源氏と女性たちの恋愛物語は、世の中に対する哀れが描かれており、すぐに宮廷内で人気の読み物となりました。光源氏の恋愛遍歴と、宮廷内の映画の様子から始まり、罪の報いによる苦悩を抱えながら、死にゆく姿が書かれています。後半は、妻の密通で生まれた薫大将の悲恋の物語です。実は、物語を通して、心の通う友人を探していたとの説もあります。この時、源氏物語の評判を聞きつけた、右大臣の藤原道長が、紫式部の才能を見抜いたのでした。道長は、1005年、寛弘2年に、一条天皇の妃で、娘の中宮彰子の女房に推薦します。実は、藤原の道長の妾となったとの説もあります。このことから紫式部は、表では、観音の化身と言われるも、裏では、人の心を惑わした罪で地獄に落ちたと言われています。1007年、寛弘4年頃、宮廷内の実力者の藤原の道長の娘で、66代、一条天皇の中宮である彰子に、女房、つまり、貴人に仕える女官として出仕します。教育係として、彰子に和歌や学問を教えました。一条天皇が没した後も、しばらく彰子に仕えていましたが、1014年、長は3年頃に、40歳くらいで死去したとされます。しかし、正確な没年や死因は明らかになっていません。紫式部の小さな頃は、明るく何でも知りたがる、お茶目な女の子でした。宮廷に仕えるようになり、妬み嫉みの中で、次第に内向的な女性になったようです。他の女官たちからも、気難しく、とっつきにくそうな人だと、悪口が後を絶たなかったと言われています。でも、紫式部は、周りに気を使い、自分を出さないように暮らしていたようです。ここでは、紫式部の性格と、名前の由来のエピソードを見ていきましょう。藤原の道長が、娘の彰子を一条天皇の妃にした理由は、ただ、藤原一族の頂点に立ちたかったからです。藤原氏のトップともなれば、権力を牛耳れ、政治も思いのままです。一条天皇には、すでに夫人が複数いました。その中に、枕草子を書いた、清少納言に仕える、中宮亭子がいたのです。天皇の目が、我が娘、彰子に向くように、清少納言を超える才女を、女房に置きたいと思いました。皇后となった、彰子より、早く王子を産んでくれるように、画策したのでした。清少納言を上回る女官として、紫式部を送り込んだということでしょう。紫式部の宮中入りの話を持ちかけられた父、為時は、宮中使えは、何かと気を使うと嫌がります。し
かし、昔、越前の長官になった時、尽力を得た恩人の道長からの頼みで、無下に扱えなかったのでした。たびたび、道長の使いが来ていたこともあり、尚氏中宮野の女房としてとうとう宮中へ上がりました。宮中での紫式部の役割は、尚氏を亭主に負けない妃に、教育することでした。尚氏に唐の詩人で、白楽天が書いた、隠し文獣を信仰する教師も務めました。この頃の女性が、漢文を使うことをよく思わない人もおり、講義は、こっそりと行われたと言われています。また、日本書紀を読めたことから、一条天皇に、日本儀の局とも呼ばれていたようです。昼は、尚氏のために働き、夜は、源氏物語の執筆と、多忙な毎日を送りました。そんな時、道長最大の願いであった、尚氏が身ごもったのでした。娘の妊娠に大喜びの道長は、紫式部に、尚氏のことや、宮廷のことを、日記にまとめてほしいと頼みます。このことが、紫式部日記で、1008年、寛弘5年の秋から、1010年、寛弘7年の正月までの間の出来事が書かれています。中宮の尚氏のことや、宮廷内の華やかな生活ぶりが、克明に書かれており、単なる日記というより、エッセイとしても、楽しまれました。中には、中宮尚氏の女房の赤染右衛門や、泉式部、清少納言のことも書いており、高い評価を得ています。紫式部は、紫式部日記の中に、下り顔に、忌み重はべりけるひと、と、清少納言を酷評しています。二人は、ライバル的存在とされていますが、実際には会ったことはなく。紫式部が出仕する5年前に、引退していた清少納言は、枕草子には、紫式部のことは書いていません。紫式部の晩年は、はっきりと分かっていません。源氏物語が完成した後に、宮廷を退職しました。しかし、再び宮廷に出仕したようですが、いつ退職したか不明です。その後の消息は、藤原実助の日記、小遊記に残されている記録が、最後です。1013年、長和2年に、琵琶殿で、藤原実助の対応に出た女房が、藤原為時女とあり、紫式部であったと考えられます。少なくとも、同年5月まで、尚氏に仕えていたことがわかります。けれども、これを最後に記録が途絶え、紫式部のその後の消息は、死因とともに不明です。40代半ばで、死去したともされますが、没年は、1014年や2年後、さらには、1031年など、諸説があってはっきりしていません。では、紫式部の人柄やエピソードを見ていきます。紫式部は平安時代を代表するキャリアウーマンですが、性格は内気で控えめでした。そんな紫式部は、宮廷に出仕してすぐ、先輩の女房たちのいじめにあってしまいます。紫式部が仲良くしてほしいと手紙を送っても、先輩たちは完全無視だったと言います。原因は、源氏物語で注目を浴びていた紫式部への嫉妬でした。さらに、日本儀の局というニックネームは、天皇が、才能を認めて付けられました。このことも、女性たちの嫉妬により、陰口の対象になっていたとも言われています。そのため、乗り気でなかった宮廷出仕の人間関係が嫌になり、紫式部は、職場を放棄しました。実家に引きこもって、源氏物語の執筆を再開しますが、5ヶ月後には、何事もなかったかのように職場に復帰します。その後、あえて自分を賢く見せないよう、装ったことで、周囲からは、意外と親しみやすいと受け入れられるようになったのでした。また、奈良興福寺から、八重桜が宮廷に献上された時のこと、桜のお礼の歌を読む代役が、紫式部に課せられるも、新入りの伊勢の大夫に譲ったというエピソードが残っています。大きな手柄を自分の認めた後輩に譲るという後輩思いの一面もあったようです。この時、大夫が読んだ歌は、古の奈良の都の八重桜、京ここの絵に身を塗るかな。伊勢大夫は紫式部の期待通り、見事な歌を読んで人々を感心させました。紫式部は目立つのを嫌い、人
控えめに暮らしていたことがわかります。この件に感謝した太夫は紫式部を姉のように慕ったといいます。そうして周囲の評判も良くなったようです。紫式部という名前は死後に付けられたという説があります。現に紫式部となる前の女房名は遠野式部でした。これは父藤原為時の名字藤原と式部省での官職が式部の上だったことから遠野式部と呼ばれたようです。紫式部となった説はいろいろあり、当時珍しい紫色の冠にした呼称で呼ばれたとか、また源氏物語中に出てくる紫の上という人物に由来しているとか、いろんな説があります。紫式部日記の中には、1008年、寛弘5年に行われた宴の最中に酔っ払ってしまった藤原の近頭が、若紫はいませんか、と紫式部に聞いたと書いています。この若紫は、源氏物語の若紫の巻のことで、主人公の名前が紫の上で、ここから呼ばれたという説もあります。この事件は、彰子の皇子誕生50日目の祝いの席でのことで、紫式部は、自分のことだと分かっていても、公衆の面前で、からかわれるのが嫌だと隠れていたという逸話も残っています。2000年、沖縄サミットの記念紙幣の2000円札の裏面には、源氏物語絵巻の第38条、鈴虫の絵と、言葉書きが印刷されています。右側下部には紫式部の姿が描かれており、彼女の控えめな性格を象徴しているようです。この控えめな性格だった紫式部が約10年をかけて完成させた源氏物語は54巻からなる長編小説です。主に漢文で書かれた男性の文章とは違い、ひらがなを使って書かれています。これは紫式部と並び称される女流作家清少納言が表した随筆枕草子との共通点でした。当時和歌をたしなむ貴族女性が増え、ひらがなが急速に広まっていました。源氏物語のあらすじは、天皇と桐壺の女房の間に生まれた主人公光源氏が美しく成長し、学問にも音楽にも才能を発揮するという物語です。宮中を舞台に繰り広げられる光源氏の恋愛模様は女房たちの間で大人気となります。その評判は一条天皇の耳にも届き、源氏物語の作者は日本書紀を読んでいるに違いない、それほどの教養があると称賛されました。千年余り経った現在、源氏物語は20を超える言語に翻訳され、世界各国で時代を超えて読み継がれています。また、紫式部日記は、紫式部が1008年、寛弘5年秋から、1010年、寛弘7年正月までの宮中の様子を、日記と手紙で記した作品です。源氏物語に対する世間の評判や、同僚女房たちの人物評などが綴られています。後輩の和泉式部に対しては、私生活に苦言を呈しつつも、才能を評価しています。また先輩の赤染右衛門には尊敬の思いを綴っています。ところが清少納言にだけは頭が良さそうに振る舞っているけれど、漢字の間違いも多く大したことはない、こんな人の行く末に良いことがあるだろうかと痛烈に批判しています。清少納言が枕草子の中で紫式部の亡夫の衣装をけなしたことが原因とされていますが、二人が宮仕えした年代が10年近く離れているため、実際に面識はなかったと考えられています。並外れた和歌の才能はこれだけにとどまらず、各時代を代表する100人の歌一首ずつを選んだ小倉百人一首、また歌人としても優れていた紫式部の歌は勅撰和歌集、これは天皇上皇の命により作られたもので、この歌集に51首収録されました。源氏物語の中にも登場人物たちが読んだという設定で800首ほどの和歌が披露されています。しかもこれらの歌は登場人物の和歌の力量に合わせて読み分けたと言われますから、紫式部の並外れた才能がうかがえます。最後に、源氏物語は世界最古の長編小説です。
1054巻に及び、登場人物は500人を超えています。平安時代には宮廷に仕える女性たちの間で女房文学が盛んに書かれました。しかし源氏物語ほど人気のあった読み物は他にはないと言われています。登場人物の内面の描写が見事で、貴族たちの因果や宿命などを仏教の世界を基礎に書いている点が評価が高い理由でしょう。現在も翻訳され世界中で読まれています。遥か昔の物語が現在も読み継がれていることにただただ驚きと凄さを感じます。またこのように作品から時代背景がわかることに歴史のロマンを感じます。そして皆さんが紫式部意外と知られていない光る君への主人公の生涯と魅力に迫る源氏物語を書くきっかけとはを見て、少しでも面白いと思っていただけたならとても嬉しく思います。さらに魅力的な歴史の物語もお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援が動画を作る励みになります。それではまた次回の動画で。